今回は爆発的な縦の突破を紹介します。2つのパターンがあるので、ぜひ参考になったら嬉しいです。この動画があなたにとって役立ったのであれば、高評価とチャンネル登録で応援してください。よろしくお願いします。それではどうぞ。1つ目は縦突破から中へ切り込んでいく場合です。ポイントは2つ、迷いのないステップと爆発的な持ち出しです。迷いのないステップとは強い意志の表れです。縦の突破への強い気持ちで騙すとかそんなことではなく、次の爆発的な突破につながるとても重要な入り口になります。そして爆発的な持ち出しです。このタッチでスピードに乗り切れないと相手を一瞬で振り切ることはできません。僕は持ち出しの際、右足の小指、薬指、中指あたりにかけてボールの当てるポイントとして1回でダイナミックに持ち出すことを決断しています。次にシンプルな縦突破です。ポイントは先ほどと同じですが、迷いが一番スピードに影響します。ここではダイナミックな持ち出しが大切です。持ち出しが弱くなってしまうと、相手のスライディングや守備のチャンスを与えてしまいます。ボールの持ち出しとともに爆発的にスピードに乗れるような位置にボールを転がしましょう。さらに転がしたボールで次のプレーができるような位置にボールを運んでいくと、さらに効果的になります。実際にシュートまで行ってみます。このように迷いはスピードや思い切りの良さに影響します。一瞬の迷いで勝負がついてしまうのがサッカーです。あなたの思い切りの良さでチームを勝利に導いていってください。今回は爆発的な縦の突破を紹介しました。テクニックというよりは気持ちの部分がすごく大事なので、その部分をお伝えしました。ぜひ参考にしてみてください。最後までご覧いただきありがとうございます。これからも動画配信していきますので、チャンネル登録・高評価ボタンで応援してください。よろしくお願いいたします。この縦の突破に関する質問などはコメント欄にお願いいたします。